1999年4月25日、およそ1万人のファルンゴン学習者が北京の国務院陳情事務所を訪れ、自由な連行環境を与えるよう政府に求めました。これより中国民衆の権利を守るための平和的な陳情活動の序幕が開かれました。27日、ニューヨークではファルンゴン学習者や支持者が集会とパレードの形式で14年前の4月25日を記念しました。同時に中国国内で未だに続いている人権迫害の制止に共に手を貸すよう呼びかけました。时值425万人大上访14周年的纪念日，在世界各地的法轮功学员和支持人士都在举行纪念活动。今天我在纽约的法拉盛呢，我身后的纽约的法轮功学员和支持人士也在举行游行和集会来纪念425。老若男女で構成された天国楽団を先頭に、パレードの隊列がニューヨークのチャイナタウンメイン通りを練り歩きます。パレードを初めて見る観客は、気迫あふれるパレードの隊列に驚きます。わあ、感觉它气势很大哦，很多人哦。好看，好看。第一次看这样的吗？对对，第一次看。壮观，壮观。非常壮观。很好看，谢谢。看壮观，很人很多，人很多。是是。感觉怎么样？感觉啊，人越来越多。人越来越多。ニューヨークではファルンゴン学習者によるこのような盛大なパレードが年に数回行われます。祝日の祝いや願いを表現するためにアメリカ人がよく行う方法の一つですが、中国本土から出てきたばかりの人々にとっては珍しい場面です。14年前に北京の中南海で繰り広げられた1万人の陳情は、信念を曲げないファルンゴン学習者の気骨を世界に見せました。很感动，很感动。第一次看见法轮功的游行。第一次，心潮澎湃。因为这个看不到的，看不到的。迫害から14年、当初政府の虚言に騙された多くの民衆も、今や真相を見極め、道義の面で正義を選んでいます。这里自由啊。自由国家，你在你有冤你可以说呀，你在共产党你有冤没地方说呀，说了就坐牢啊，面临坐牢不算，还面临着要死亡呢，对吧？我们是逃出来的。我跟你讲，我在监狱看到法轮功真善人，我体会到的，所以我今天站出来说法轮大法好。新唐人テレビがお伝えしました。这是新传奇报道，这是新传奇美国法学的第一报道。有人说他是专制政府的，政府与危险之人相当大于加法。